おはようございます行動が自分を作る。まるまるだからこういう環境だから自分がある今の自分はまるだから誰々が悪い環境が悪いそういうこともあるかもしれない。 本当に辛い時環境によって人は変わるそれも確かにそうかもしれませんでも理想の自分1年後ありたい自分5年後ありたい自分10年後ありたい自分その姿を明確にしてその人ならどう考えるだろう自分の心 本当に自分がありたい心その心を自分で考え見つけることで今の行動も変えていくことができる逃げ出したっていい自分が違うという環境なら逃げたっていい幸せの価値観はいつも自分の中にあります世の中が決めた誰かが決めた基準に従う必要なんてない 自分の人生、自分をコンパスにして自分の生きたいように生きたらいいと思います自分にもそう言い聞かせて今日も一日頑張ります